あと音だけチェック。これでマイク越しに音がちゃんと拾えてれば OK ですね。です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 。画質はちょっと荒めな感じ。まあ悪くない。まあ悪くない。配信始まってんだろうか。ああ、いきますね。はい。音は来てる。来てると。はい。これで、うん、大丈夫。あ、聞こえてますもん。早速反応が。早い。早い。はい、じゃあこれは切ります。で、よし、これを。またシェアすればいい。はい、シェアする。いや、もう西島さん早いなぁ。なんかもう、あうんの呼吸が出る感じでお疲れ様です。よいしょ。じゃあ、シェア。そうですね。全くこれいつも、予告せず、告知すらしせずに。できる時に無理せずやるっていうスタンスなので。うん、ですけど。はい。今日も突発的に、はい、ライブ配信始めます。はい、よし。相変わらず作業を全部晒したものですね。はい。いいですかね。で、スマホの前で正座中。正座中、いやいや。そんな。どういうシチュエーションですか、みたいな。ということで、先週引き続きですね、はいはい、今週も、はい、オープンデータ、オープンソース界隈のジオの話をする、はい、ジオウエスト。で、今日はちょっとマイクが、はい、あ、孵化しましたね。孵化しましたね。ちゃんと、はい、専用マイクを孵化させて、はい、ポッキー食べながら、瀬戸先生と二人でやってます、はい。よろしくお願いします。よろしくお願いします。もはや、そうですね、お茶と、お菓子をもう、この時間ならさすがにね、ちょっとお腹もついてくるので。でね、はいはい、なので、先週は、はい、エソテーマアジアの話とか、うんうん、あと、あそこ議事録見ればですね、はい、はい、理事選挙の話、OMSMF、本家のファウンデーションの理事の選挙の候補者の、中身見たりとかですね、まあ、いろいろ、ユースマッパーズの話、ラピッド、はい、AI 関連含めて、ちょこちょこと、はい、ありましたが、理事選挙と勝手にあれですよね、僕らね、言ってますけど、はい、全く。ね、いいですね。いやいやいや、結構今年の選挙はそういう意味で、うん、先週話しましたが、スティーブ・コーストが復活したっていうところも含めて、そうそうそう、今年どうなるのかをちょっと見ながらですけど、うん、あれどこ行っちゃったな。OSM ウィークリー OSM から行きましょうか。はい。ウィークリー。あれはあれのベンチマークとしていつも。ね、参照させていただいている、はい、OSM の最新号を見ながら、うん、はい、いつも日本語訳もありがとうございます、うん、ありがとうございます、ということで、1ヶ月の編集が1億回にサイモン・ポールから、すごい1億回、うん、人数じゃなくて回数ですね。チェンジセットってことですかね。エリットがトータルエリットパーそうですかね。ですかね、うん、はい、1億順調に今まで伸びてきていて、この数字は2005年から取ってるんだ。結構古い情報で、まあ世界的にブレイクした2007年8年ぐらいからぐわっと右肩上がりに増えていて、ここ数年も地道に増えてはいるけれども、なるほど、うん、1億回超えてはいたけど、
アベレージで超えてきたって感じですね。そうね。ですね。1ヶ月あたりですかね。おお。なるほど。うんうん、そういう意味で言うと、編集数は増えていて、まあ、人数ももちろん増えてはいるというところですかね。うんうん、あと、興味深いのは何ですかね。このスティーブ・コースの名前が早速出てますね。じゃあ単に理事に返り咲こうとしてるだけではなくて、うん、まあ何かやりたいことがあった上で、理事に戻りたいっていう、多分、こう、イシュードリブンなところだと思うんですけども、うんうん、スティーブが提案してるのは、ジオコーディングですね。おなるほど。プロトタイプを紹介していて、ジオコーディングの品質を上げていくというプロトタイプが、これだと。うんいうことで、なるほど、さすがデフォルトデンバー、さすがデンバー在住、うんまあ、まず自分の住んでるところからっていうですね、まあ、ショーイング、うん、アメリカですら、そういう意味では満足な情報が得られないっていう、うんうん、なるほど部分が出発点なんですかね。いや、しかし綺麗だな、データがもうハウスナンバーまで全部入って、うん、すごいですよね。なるほど。うん、こういう風に入るんだっていう、うんうんうん、建物にちゃんとハウスナンバー入れてるって感じですね。なんか入り口というよりも、ああそうでしょうね、うんうんうん、なるほど。樹木もまあ綺麗、本当ですね。埋木データが相当綺麗ですね。このデータすごいな。まだでもこの辺はまだ整備中なのか、うん、広げてるっていう感じですね。ああなんですかね。なんか美しいな、こんなに。まで、まあ、確かにデンバーに行った記憶をたどると、うん、確かにこんな、あ、まあ整然とね、街並みというか整然としてるし、綺麗なんですよね、街がすごく、うん、なので緑も多いし、うーん、なるほど。でこれをあの、とか矢が出てるトンネル、うん、なるほど、ちゃんと動いてないと。シーン、トンネル、うん、ちょっとこれ今プロトタイプを、はい、出してる。そうですね、スティーブがなんか多分特管で作ったプロトタイプを、うんうん、Amazon AWS の URL のまま、うん、そのままですからね。すごいですよね。まあ、まずワーキンググループから行こうという感じですかね、うんうん、ちゃんとこの流れを追ってないので、なんかこの辺って生徒さんとして、はい、ジオコーディングの話あります。 MacBook のミートアップ、うん、この前、はい、やったんですけども、あ、そうでしたね、そこで、はい、あの MacBook のジオコーディングの日本向けに提案されてきて、うん、まあ中身は前輪のジオコーディングをベースになってましたけども、うんうん、まあ、やっぱりオープンスマップだけだと、ジオコーディングってまだ飲みだっていう部分も含めて、そうですね、もしくはオープンアドレスも含めて、そんなに完全なものってないっていうのが現状なので、商用サービスを使うか、もしくはオープンなものを何か作っていくかっていうところで、まあスティーブとしては、まあオープンなジオコーディングという前提だと思うんですけども、しかもまだ、ともとも副社長としての立ち位置も残ってるわけで、これ会社としてどう考えるのかも含めて、ちょっと興味深い方向であり、まあ、OSM の弱点であることは僕間違いないと思うので、うんうん、そこをなんとかしようとしてるんだろうなという意味では、理事選挙に復活した一つの大きな理由がこれなんだろうなというところですね。うん、そうですね。なんかやっぱりその先週のラピッドもそうですけども、こう外観の形状はなんとなくいろいろ目処が立つつもあるんだけど、やっぱ属性のデータをどう充実させていくかって引き続きもちろん課題で、まあ住所って以前からもうやっぱりずっと言われてきた流れがあって、まあそれこそオープンアドレスとかいくつかのプロジェクトが立ち上がっては、まあその、まあ、成功していないってわけではもちろんないと思うんですけども、やっぱり 100% ってところはなかなかいかない、うんうん、だけど住所って住所ジオコーディング含める住所検索ができるっていうのは結構そういう意味ではこう地図のある種使い方の基本中の基本で、うん、まあ、誰しもやっぱりそれを使いたいからっていうモチベーションあると思うので、ここが充実するっていうことは確かに非常に大事な、まあ、誰にとっても多分必要な機能になるというところなんでしょうね。でオープンアドレスイズもやっぱりね、あの
前回のミートアップの中でも出ましたけども、はい、やっぱかなり更新がもうされていないという状況がずっと続いていたっていうのがあって、ね、実際 GitHub なんか見てもそのまあアメリカのデータとかが参考に載ってますけども5年前のデータだったりとかですね、うんうん、でまあ情報その住所データってそんなに変わらない部分でもあると思うんですけど、やっぱり毎年何らかのその更新っていうのはね必ずどっかではつきものだと思うので、まあ、そういうなんか継続したメンテナンスっていう意味でもその OSM 上に展開するのがいいのか、まあ、別に持つのがいいのかっていうところはちょっと議論が必要かなと思いますね。うん、ここですオープンアドレス is IO ですね。ああ、そうか。ORG ではないというです、ね。なるほど、それで出てくる。オープンアドレス is IO。アドレス is、はい、IO ですね。あ、そうか。あ、ね、そうか。あ、でも言いました。うん。もしかして、あスペル間違えちゃったか。あ、いた。言いましたね。うん。でしかもカバー、まあ、してるエリアも、ね、まあ、うん、アメリカとヨーロッパは結構、当初から。そうですね、はい。うん、ドイツ入ってないですね。ああ、そうなんですよね。まあ、イギリスも、なるほど。やっぱここ、これはこれで、別な仕組みをという形なのか、うん、これを踏襲しつつも、なのか、まあ、結構ブラジルすごいな。まあ、そうですね。これでも、基本的にやっぱオープンデータ系のものを集めて、うまくこう、なんていうんでしょうね、検索しやすいように、うん、フォーマッティングを変えるとかを調整してるっていうのが、主なやり方だったと思う。まあ、あとはインポートできますみたいな話もあったんですけど、そうですね、どっちかというと、やっぱりすでにオープンデータになっているものをこう集めるというところが多かったかなと思いますね。うん。これもちょっとそうですね、注目。ジオコーディングはいろんな意味では注目されるべきところなので。うん、コミットは続けられてはいるけどって感じですね、3日前。うん、でもだ一周が相当ね、解決されてないので。うん、本当ですね、本当だ。447はまだオープンしてて。なるほど。いや、ジオコーディングちょっと、深い。いろんな意味で、こう、今後どうしていくのかっていう方向を見極めるべきなのか。うん、そこなかなか、そうですよね。うん。ちょっと。この辺、じっくりスティーブと話してみたい気もするけど、うん、まあ、はい。よいしょ。次。ウィークリー OS。あと何ですかね。まあ、いろいろ、今週多いですね。相変わらず SOT マジアの記事が載ってないのは、グローバルからスルーされてんだろうか。いや。いろいろありすぎてなんか。まあまあ、確かにネタいっぱいありすぎて。ね、ちょっと。代表のアハさんから報告をさせるべきなのかです、ね、うん、どうですか、あと、ID エディター問題とか結構出てますね、コミュニティの中で ID エディターの開発者とコミュニティがちょっとバトルをしてるっていうところがありますけども、うん、なかなか、すごいですね。まあまあいろいろありますね。こんな、こう、内紛がウィークリー OSM に乗るっていう。なかなか、まあこういう。なかなかね。これをすればやっぱオープンに、ね。そうですね。やっぱこれ大事だと思いますね。いろんな意見があるのは当然なので。そこの中で。そう、なるほど。すごい。うん、オープンスマップ、うん、フランスはフランスで。フランスのドメインで ID を動かしてるとかじゃないですか、うん、そうですね。やっぱり ID のフォークはすごくやっぱり増えてきてる。増えてきている。もうこれはフランス版の ID エディター。おー、どのぐらい本番さ。うん、うん、基本、最新のものをちゃんと投資はしてやる。もうな、もはや、何が、よ、あの、気に食わないのか、よくは、僕ですらよくわかんないみたいな。という点はありますけどね。そうですね。うん、
もう普通に ID レタスとして使えそうなので、はい、うん、そこでもそれだけやっぱりね、ID、さ、最初はやっぱこう ポトラッチとか、まあ、JOSM もね、いまだにオフラインエディターとして使われてますけど、やっぱり最初こう ID エディターのこう見た目とか斬新で、はい、すごく抵抗も大きかったっていうのは、ね、まあ、見聞きもしましたけど、今やもう、ね、こうマッピングパーティーとかマッパソンでは、かなり欠かせない。そうですね、もう ID エディターがデフォルトにはもうなってるんで、うん、ますよね。うん、そこですよね。まあどう、まあ、基本エンジニアの立ち位置とユーザー側の立ち位置で意見が変わるの、うん、あの違うのは、まあ、よくある話なので、うん、ですね、そこのところで、でも開発してるのはエンジニアチームであって、うん、そこのこうあれですよね、これ見ててすごくこう、これがすごく象徴的ですよね。管理者は対応にもう疲れたということで、コメント閉じちゃったというところで、うん、かる、はい、その気持ちは非常によくわかるし、お、本当だ、一周がもうない。あ、違う、そんなことないか。ここ上がりました。ちゃんと一周があって。一回書き込めないようになったっていうね。なるほど。はい、まあ。でもまあ、一周自体はちゃんと来てる。なるほど。うん、いやいやいや。いやいや。なるほど。あ、で、そうか。で、ID エディターのブログ始まったんですよね。そうだそうだ。あ、そうそうそう、そう。これ、見ました、見ました。なるほど。お、ID エディターブログ、はい。なんかもうみんな言いたいことを言いたいみたいな。これか。ID エディター.ブログ。おー。15日、はい。はい。なので、開発者側からの発信。情報発信を。なるほど、そうですね。まあ、していくと。大事大事。うん、いうところで、うん、なるほど、へえ、こんな仕組みも、はい、うんうん、ID ブロック本当ですね、うん、はい、うん、さて、なんかブロックいっぱいネタがありすぎて、はいはいはい、これは元の OSM、 ウィークリー OS、 ウィークリー OS、 あとはなんか西村さんからコメントとかなんか来てます、はい、ちょっと待って、いっぱい来てる ID、 まあこまめにますはいはい、うん、そうですね、いろいろ思い出が現場であると、うんうん、なるほど、そうですね、じゃあメモの方に行きましょうか。はい。そうですね。一応ちょっと、ウィークリー OSM 以外のところで、はい。少しいくつか書いてる。はい。これだ。はい。これですね。あとは、フラッシュさんがあの、はい。突然投稿、Facebook でしたっけ、された、ああ、はい。はい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 。が結構盛り上がったので、はい、これを入れてます。なるほど。はい。で、元の論文自体はですね、実は、ISPRS の IJGI という雑誌で、はい、まあ、今年の、ですね、5月か6月ぐらいに実はもう先行して出ていて、うんうん、で、僕も6月ぐらいに気づいて、読んだんですけども、まあ、その後、ステートオブザマップ2019がハイデルベルグで9月にあった時に、うん、アカデミックトラックでこの、そうですね、はい、ジェニングさんが発表されて、はい、まあ、僕と一緒のセッションだったので、まあ、結構いろいろ話すことができたということです。で、やっぱりあの、SOTM の中でもですね、非常にこの論文っていうか、この、 あのプレゼンテーションは関心が高くて、まあ、何でしたっけ、この、の、ペーパーですか、あの、議事録の方にも一応、うん、あの、URL 貼って、はい、ビデオの URL 貼りましたけども、はい、やめましたね。質疑応答がですね、終わらない。もう次ラストだよって言いながら、まだ終わらないのかもね。そうそうそう。いや、みんなやっぱ聞きたくなかったんですね。で、結構論文になかった話もプレゼンに入ってて、はい、そうですね。なので余計にやっぱり見てて、うん、あ、うん、あれ、一回論文見た上で映像見てたから、はい、余計に、おーみたいな楽しさが。うん、
そうそうそうなんですね。で、あの、古橋さんも、その、図のキャプチャをいくつか、はい、Facebook とかにも貼っていました。あ、で、オープンアクセスなので、あの、ですね、URL ね、クリックしていただければ、はい、誰でも見られますけど、この今、結構その、コーポレートエディターズって書いてありまして、あとはその、サムネイル今出てますけども、まあ、まあ、基本的にはかなり大手の、企業がそのオープンスーツマップに、まあ、いろんな形でそのエディティング、まあ、貢献をするんだけども、まあ、その、開始の年であったり、その、どのぐらいまでエディットしてるのかとか、どの地域をそもそもエディットしてるのかっていうのが、だいぶやっぱ傾向が違うというところが、すごく、こうやってこう可視化されて定量的に分析されると、如実に現れるっていうのが、出ますね。うん、もうはっきり出したっていうのが大きいですね。で、はい、この論文が確かに出る前に、まあ、そのコーポレートエディットの存在自体はかなりもう認知もされてきて、まあ、いろいろこう、メーリングリストとかでも議論されてはいたんですけども、こういうふうにこう、ある種客観的に前者というか、まあ、主要なところを並べて議論されるっていうことが、やっぱり今までなかったので、そうですね。うん、みんなのその関心をさらに焚きつけるというですね。そうそう。結構、これやっぱりすごかったですね。うん、この図が。あ、そうですね。これは思ってた以上にもっとごちゃ混ぜだと僕は想像してたんです。はいはい。なのに、あ、こんなになるみたいな。うんうんうん、その、各、こう、企業ごとの戦略が。まあ、特に Facebook なんかは、ちょうどタイのマッピングが始まった時なので、はいはい、タイだけみたいな。あとちょこちょこみたいな。そうですね。感じなので、今はまあメキシコなりインドネシアなりってどんどん広がってるので、うんうん、まあ、同じことやっても多分、また見え方変わってくると思うんですけども。うんうん、うん、グラブのアプローチといい、それぞれがこう注目してる、アマゾンなんかすごいシンプルですよね。そうなんですよ。もう北米とヨーロッパ以外、うん、興味なしってこと、ね、まずはそこからだよね。ウーバーのこのニュージーランドドリブルなところとか、そうそうそう、ちょっとやっぱ意外性のあるパターンもいくつか見られるので、うん、そこはすごい、こう、見てて面白いなって。うん、いや、僕もこの論文見たときに、非常に衝撃的だった、やっぱアップル。まあ、アップルです、ね。ほぼ、あ、全世界、ほぼカバーしてやるんだな。日本なしみたいな。うん、そのパターンの。そう、当時はね。アフリカのあたりのやっぱりカバレッジっていうのは、すごいですね。ね、まあ、マックスは、ね、うん、元から全世界やってますけど、うん、それに多分勝るぐらいのカバレッジをカバーしてるっていうところが、そうですね。すごいですよね。いやー、これ、瀬戸さん的にどう見ます？どう見ますというか、今後も含めて、これを、まあ、一つの見方は日本のコミュニティとして、どういうふうに受け取るのかっていうことと、今後、例えばこういう企業はより増えていくのか、このまま割と落ち着いていくのか、むしろ、あんまりやってみたけど効果なくてって離脱していくのか、多分まあ、選択肢としてその3つかなと思うんですけども、今のところアップルってもともとあまり積極的じゃなかった立ち位置なのが、うんうん、ここまで積極的にやってるっていうのは僕にとっては衝撃的であり、うんうんうん、まあマップスとかデベロップメントシートはもう昔からやってたところもあるので、そのアマゾンとかウーバーも含めて、これからこういう作業し、まあ、貢献しているエリアが増えていくのか、やっぱりある程度ターゲットを絞った上でそこを密にしていくのか、うんうん、どうなんでしょうね。少なくとも Facebook は今よりも、この論文よりも、より拡大してるのは間違いなく出ているので。うん、そうですね、うん。なんか、そうなんですよね。この論文のその結論の部分でも、はい、もう問題提起も含めてしていたんですけど、まあ、こういうのに関心を持つ企業は今後増えるだろうっていうのはもう自明のことだと思う。ただ、ね、まあ、こういうモニタリングを含めて、どの企業はどういうことをやってるのかっていうのが、やっぱりこういうふうにデータで可視化されないと明らかにならないっていうのは、ちょっとやっぱオープンな活動にとっては、あまり良いことでは、必ずしもないのかなと思って。で、まあ、この中にはもうかなり、その、初期からメーリングリストで、まあ意見とかこういうことをやりたいんだって表明をして、まあ、ある種のこう、インタラクションっていうか、コミュニケーションを取って、まあ始めているところ。まあ、その、Facebook とかもですね、まあいろいろこう、その、意見は、異論反論はあるものの、まあターゲットをかなり一回地域に絞って、まあその中で、AI を使ってどうやるかっていう、まあ、プロトタイピングをかなりやってるところもあったりするわけなので、まあ
カバレッジ地域がそのいきなり広いところから展開するからいい悪いって話でも多分ないと思うんですけど、まあ、そういうふうにコミュニケーションをちゃんと取ってるところと、なんかもう知らずのうちにやってましたみたいなところがあると。で、そうした時にやっぱり裏側で何をされているのかわからないっていう状態は、一応こうログを見ればもちろんわかるんだけど、もうこれだけ増えてってきてしまうと、もう正直、モニタリングの限界もあったりすると。で、論文なんか、こういうふうに論文化するっていうのも、ジェニングスさんの話聞いたんですけど、やっぱり1年半ぐらいやっぱかけて分析ができたっていうこともあるので、まあ、本格的に参入したい企業とか、まあ、こういうプロジェクトについてやっぱりちゃんと説明をまずしてほしいというところが大きいですね。で、まあ、やるからには、やっぱり、その、できるだけやっぱ継続して、ちゃんといいものを作るっていう、いいものを作りたいっていう思いは、多分一般ユーザーも、その企業グループも、まあ、例えば NPO みたいな団体でも同じベクトルを向いてると思うので、なんか、そういう共通の思いに向かってやるからには、まあ、なんか、そういうコミュニケーションをちゃんと取ってほしいなっていうのはありますよね。うん。この中で、コミュニケーション取れてないところって、どこだと思います？そうですね。意外とやっぱり Uber とか。Uber はあんまりオフィシャルに出てこないですね。あれ ?SOTM US の時って Uber 話したんですかね。デトロイトだったとか。でしたよね。まあまさにって感じですけど。その車をテーマにみたいな感じで、リフトは話してましたね。ちょっとそこは覚えてないですけど。そうですね。あそこにもしウーバーがいなかったとするならば相当コミュニケーション取れてないって感じですよね。なんとなく動きは見えてるけれども、アップルとグラブは割とやっぱり、まあ、グラブは去年の SOTM アジアとかでがっつりインドでも発表してたんで、ようやくなんか担当者が見えてきたのと、まあ、インドのバンガロールに行ったマッポクチームが結構なメンバーがグラブに移籍もしているっていうところで、まあ、ようやく裏側が見えてきたんですけど、初期の頃ってグラブもアップルも外注してたじゃないですか。ライブやってなかった。ね、やってなかった。叩かれた時期もあったりで、今アップルは社員も使ってるけど、みたいな、まあそういうところで、アップルも SOTM であんまり話、オフィシャルにしないですね。これだけやっときながら。で、そこはやっぱりすごく、こう、取れてない、未だにこれを見ながらこんだけやっててコミュニケーション取れてないっていうのもなかなか不思議な感じですね。で、初期の頃 Facebook として話をしてるのは、毎年 SOTM には Facebook はここ数年ちゃんと出てきて、確かにちゃんと投稿して、で、最初のスピーカーはもともとアップルにいたんですよね。はいはい、彼女は元アップルから Facebook に移籍しているので、アップルの中のこともかなり知ってるはずなんですね。なので、彼女なりにその経験を踏まえて、Facebook でやるときにはもっと、こう、まあちゃんと、よりコミュニティとちゃんと話ができる環境を作ってきたのかもしれないし、わかんないですけども、いずれにしてもまだまだこう、コミュニケーション取れてない企業の中で、個人的にはやっぱりアップル、この後どうすんだみたいなのは意識としてありますが、森さんとかどうかなとか、まあまあまあ。いろいろ、はい、で、他ここに加わるとしたら、どういう会社があり得るか、トムトム来ますかね。これだけスティーブがだんだん動き始めると、ここにあり得ると思いますよね。で、実際マイクロソフトで、ね、まあ連携をするっていう話もあったりして、はい、そうですね。なんとなく、今のスティーブ、まあ、逆にないのが確かにちょっと不思議かもしれないぐらい、ね、はい、ね。あとは、あれですね。これを見て個人的に思うのは、まあ、マップボックスぐらいしか、今、日本を企業側でマッピングしてるところはないんだなっていうのを改めて確認できたので、まあそこは割とはっきりしたんですけど、日本にもっとコミットしてもいいんじゃないって企業は出てきてもおかしくないかなと思うと、どうでしょうって何が言いたいかって言ったら、はいはい、僕はここに来年ナイアンティックが入るべきだという意見ですね。
で、あれだけまあフリーライドしてる状態でコミュニティにも参加しないっていう中で、ちょっとこの論文を見て、この論文を叩きつける相手先はまず悩んでいくかって。で、これだけ企業のコミッターが育っている中に、なんでナイアンティックの名前がここに入ってないんだっていうのは一つ、確かにそうですね、使ってるよねみたいな、まあ使わなくなるのか分かんないですけど、今後も使っていくんだったらここにナイアンティックの名前があって叱るべきじゃないのということは、やっぱりこれ見てトムトムとナイアンティックの名前ってちょっと浮かびましたね。そうですよね。あとは、で、こう、このバックグラウンドで各会社、まあ会社のそのデータの持ち方にもよりますけど、例えばまあテレナブとかもそうですが、いわゆるテレメトリーのデータを持っている企業があって、まあその企業のユーザーとしてトレースだったり、まあそのマニュアルで書くっていう部分と、まあ企業が持っているデータ、これはなかなかそう入れられる部分と、もうそのデータ自体が商材になっている場合には、やっぱり OSM には入れるべきではないというふうに考えられると思うので、まあそこをどう判断するかっていうところも非常に悩ましい問題であるんですけど、ただね、本当にいろんな今もセンサーでデータが取れるようになってきて、むしろこう、人が書くトレースっていう部分よりも、まあ、人が介在する場合だと属性のデータのさっきのアドレスじゃないけど、はい、うん、こっちのやっぱり充実っていうのは今後特にね、うん、全然まだできてない分野とかもあると思うので、そっちを重視する場合には結構形状に関係するような、まあ、道路のそれこそ基本的なデータとかだと、まあインポートも含めて、まあこれ辺で取られたデータがちゃんと反映できるといいなと思いますね。あとはこれ見てすごくまっぴらりでここに上がりにくいなって、そのすごく支援し、企業としてコミットしてるんだけれど、直接データを書くっていうことにだけはコミットはして、まあ、いないように見える企業って、まあ、マピラリー以外にもあると思うんですけども、そういうマピラリーみたいなこう支援する、ちょっと一歩引いた支援をする企業みたいなものをどうあぶり出すかみたいなのは、まあ、やっぱ一つのこうアプローチの課題かなとは思いますね。そうですね。はい、今、実は、ちょっとこれとは直接関係ないんですけど、マッピラリーを取り扱った論文っていうのも結構やっぱ増えていて、うん、で、まあ、もともとマッピラリーってコンピュータービジョンの分野で、まあ、会社、ベンチャーを立ち上げたっていう経緯があるので、コンピュータービジョンに関する論文っていうのは、もうマッピラリーのチームって本当にプロ集団なので、非常に多いというところなんですけど、最近、その、いわゆる VGL 文脈で、まあ、オープンストリートマップでも使えるし、まあ、画像自体が、その CC バイアス A ということもあるので、まあ、オープンサイエンスデータという位置づけで、実は結構論文が増えていて、認知度も上がってきてるっていうのがあるので、まあ、そのアカデミック側の貢献というか、まあ、ちゃんとこうスポットライトを当てるっていう意味では、まあ、そういうなんかマッピラリーを使った論文みたいなものが、まあ、OSM との関係性で、まあ、増えてくるっていうのが多分まあ、必要というか、そういうのがあるといいなというところなんですが、実際そこが結構増えてきたりしてる。で、おっしゃるようにそのマッピラリーみたいにこうなんだろう、支援というかサポート、まあ、マッピングのサポートをデータで、やっているっていう企業もあれば、まあ、さっきのツールじゃないですけども、そういう支援をしている企業っていうのも当然あるわけで、確かにどうその支援の状況みたいなものを、可視化できるかっていうところは、結構まあ論文的にも実は面白い話かなと思っていますね。特になんか今 GitHub 系に載っている OSM のプラグインとかツールを企業がどう作ってるかみたいな話っていうのは、本当は論文ネタになるかもしれない。ちょっと脱線しますけど、はいはい、ピラリいつの間にか9億枚写真がもうアップロードされてて、そうそうそう、確かに1ヶ月前8億だったよね、うん、みたいなので毎月1億ずつ増えてますよね。ほぼね、去年の年末って5億枚ぐらいでしたっけ、ぐらい5億か4億かぐらいだったので、倍このまま10億いく、もう9億いくんですね。今年中にもう10億いきますよね、このペースだと。なので、いや、そう。すごい。今日これ気づいたんですけど、あれ、いつの間にかもう9億になってるみたいな、もう、完全に、毎月というか毎週チェックしないと、これあっという間にいくな、みたいな、ちょっとティッピングコールポイントを超えて一気に、データのアップロードの加速度が、こう、増えたな、と。何が変わったのか、ちょっと受け取り側が、
良くなったのか、うん、やっぱり供給側が効率良くなったのかっていうのって、でもやっぱ受け取り側っていう部分は確かに大きいかもしれないですね。早くなりましたよね、うん、すごく今まで の、 ま、そのアップロードの待ち時間とかも含めて、うん、すごく良くなってきているので、うん、またマーケットプレイスがいよいよ始まったっていうのもあるんですかね、うん、そうですね、あのスマホのアプリでもマーケットプレイス出るようになりましたね、うん、とかいろいろなかなか興味深い活動がすごいですね。キラリに関して9億そういつの間にか。ちなみにですね、はい、今年の1月の時点で僕コードフォイカマの定例会でマッピラリの紹介した時には4億3400万枚ぐらいですって。やっぱり5億多分最新のそうそう統計で話を。倍以上のペースにもなってるんだ。1年経たずして。そうですね。なるほど。いや、うん。うん。うんうん。なるほど、なるほど。いやいやいや。まあいろいろ、あの論文も含めて、そうですね。やるべきことたくさんありますね、まだ。あと、まあ、もっと、話しすぎてる、はい。あ、もう食いすぎてる。はい、ちょっと、あと、なんか、はい、この論文でコメントすることあります、はい、これ、僕、やっぱ個人的にこれ、うん、この図と。ああ、そうですね。これも。これもやっぱり、そうそう、企業によって。まあ、うん、どういう、オブジェクトというか、はい、とかね、あの、マッピの仕方です、ね。POI を書いて。僕、やっぱりこのノンコーポレートエディターズの、その全、コミュニティとしての偏りが結構出てるんだなっていうところで、やっぱり建物が今、こう、コミュニティが、建物 POI、POI 多分、そのマップスミも含めたスマホ系もそうだったんですけど、建物、これは何でしたっけ？アメニティ。アメニティか。なるほど。なので、すごい、道路にあまり重きを置いてないっていうところは、すごく、印象深いなという、うん、そうですね。いや、そこはやっぱカートってこう割と全方位型とかね、そうですね、そんなにその多分データ量はボリューム的には多くはないんですが、なんかまんべんなくやってるっていう印象が、うん、やっぱ POI がどこの企業も、まあ、場合によってはちょっと売り物になってる可能性もあったりして、いや、まさにそうだと思います。まあ、まさにともともなんかそこで商売してるわけで、そこはなかなか入らないので、まあ、ここはやっぱそういう意味ではノンコーポレートエディターズとの一番のその役割の違いみたいなものは表してるかなと思います、ね。若干 Facebook が POI 入れてるんですよね。この動きが Facebook エディターとは違うとは思うんですけど、はい、そうですね。何を意味するのかちょっとここは知りたいですね。ゼロだったらゼロです。すごいシンプルなんですけど。ただやっぱりランドマーク的なところは入れてるんじゃないかなと思います、ね、なるほど。Facebook エディターで集めた POI のデータの中で、いや、最低限このぐらいは入れとかないと OSM のレンダリングで見栄え悪いでしょみたいなのは、Facebook がチョイスして入れている可能性は。まあ、境界とかね、例えば。あ、それはあり得るかもしれないですね。なるほど。そう、ここはもうかなりね、うん、はっきり出てる面白いですね。本当、アップルが意外に建物入れてるっていうのも、あ、そうそうそう、はい、まあそれでもそんなに多くはないんですけど、他の企業に比べるとすごくこうちゃんと入れてる感じ。あと、まあマイクロソフトは昔からやっぱり建物にすごく着目してるっていうところで、そうですね。いや、なかなか、はいっていう、これだけで一晩終わっちゃいそう、ね。そうそう、これは本当そうです、ね。西村さんがなんかコメントしてますね。はい、はい、ちょっと確認しましょうか。いや、多分研究者的な目線で。わかるかな。じゃん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 。コメント読み込み中。読み込み中。あれ？誰だ？どう出るんだ？これ、あ、重心、これか。よ、これだ。なんかあればぜひって感じですね。なんかいっぱい書いてある。あ、いろいろ書いてある。まあ、フリーライダー批判は強まるだろうな。ああ、まあまあ、なるほど。あ、溜まってたのが大量処理された。あの、マッピラリですね、うん。なるほど。それはあるかも。うん、確かに。ああ、やっぱナイアンティック話。うんうん。あ、分析のアイディアだよね。そうですね。うん、そうですね。うん、あとなんか、アップルのカーデータとか。それは、あれですかね。いわゆるストリートビュー的なやつってことかな。でしょうね、きっとね。うん、ルックアラウンドでしたっけ、うん、正式名称。覚えにくいから結局みんなストリートビューって言っちゃうんですけど。テレメトリーで、ね。テレメトリーもそうですね。
そうそう。なるほど。確かにね、使ってるところがどう。まあでも公式見解、うん、そろそろナイアンティック出してもらわないと、一回、そうですね、マップボックスにも、うん、提案したんですけど、はい、ちょっとナイアンティックのフリーライダーは怒んないところじゃないのっていうふうには僕は言ってます。なので、でも、まあ、僕から言っても全然その点に関してはナイアンティック無反応なので、うん、なるほど。でもそこは多分グローバルにマイケル・マロンとか、その辺から一言、口は、ちゃんと言ってもらわないとっていうふうには思ってはいるんですけど、まあ、途端に使わなくなるかもしれないですけど。まあ、それはいいと思うんですよ。それ、どっちでもいいと思うんですけど、うん、でもやっぱり、使うなら使うなりに、こう、まあうね、コントリビュートをしようよっていう雰囲気は、このタイミングとしてはもう一回念押ししていいんじゃないかなと思いますね。うん、はい、うん。はい。まあ、これは本当に、ね、今僕ら2人だけで話をしてますけど、いろんな人が加わると、多分これで3時間ぐらい、そうですね、セッションができると思うので。うん、でもこういうやっぱり企業エディター、まあ、コーポレートエディターがの存在って、まあ、OSM とか、まあ、こういうマッピング系の活動をしている人には割とまあその身近なというか、まあ、認知されるトピックスになってきてますけど、多分大部分のオープンストリートマップを、まあ、言葉だけで知っているとか、まあ、あんまりこう、ご存じないっていうような方にとっては、OSM イコール、まあ、ボランタリーな活動というイメージが非常に強いと思うので、多分存在がほとんど分かんなかったっていうところで、うん、その、なんていう非常に価値のある話かなと思いますね。うん、あとあれですね、今度また OSM 特集号が募集中なんですね。はい、これも、SOTM のハイデルベルグでアカデミックトラックを終えた、はい、まあ、これ自体もですね、アカデミックトラックの中で一応予告はされていて、うんうん、ポストカンファレンスで、なんか、まあ、ジャーナルの特集号を予定しているので、うん、ぜひ、投稿してくださいっていうのをですね、言われていましたが、めでたく、IJGI でですね、うん、その特集号が、企画されて、このマルコさんをはじめとして、この5人ぐらいですかね、の方が、まあ、今回、そのアカデミックトラックを、まさに主催されていた方なので、オーガナイジングになって、IGGI で、特集号を募集するということになりました、ということです。で、来年の、もうそうなんですね、早くも来年の、しかも3月末というですね、日本にとっては、すごいディスアドバンテージな状況ではあるんですけども、もう本当に、タイトル見ては、わかるように、もう OSM 研究だったら何でも来いっていう感じの非常に広いテーマ設定にもなっているので、ぜひ、ちょっと僕もね、頑張ってきてってところですけども。ここに、チャレンジすると。そうですね。で結構やっぱ最近 OSM 特集号っていろんな雑誌でまた結構増えてきていて。そうですね。日本、海外問わずですね、はい、もう今。今年は、日本地図センターの、はい、あーそうでしたね、月刊地図でも、地図中心か、地図中心でも、いはい、OSM 特集組まれましたし、どんどん OSM のテーマで論文が出てきて、うん、そうそうそうですね。いや、特に日本からの。そうですね、日本から。っていうと、まあ、ほぼブーメランで、石丸さんも含めて、そう、戻ってくる時間なんですけど、頑張りましょう、皆さん、石丸先生も。そうですね。はい、はい、ですね。と思います。あと何かありますか、はい、あとですね。あ、じゃあまたすみません、ペーパーで撮っていただいて、はい、OS 上関係で2つ。はい、OS 上関係で。はい。あります。はい。一つはですね、ファウンデーションのこっちの、はい。はい、なるほど。始まり、なるほど。つつあるということで。こっちの選挙は、ドーンと。ノミネーションが確か一応終わって、今、マニフェストの期間、うんですよね。もう11月ですから、今。コミュニティレビューとボーティングがあって。はい、あ、それは、チャーターメンバーですね。はい、はい。で、その下ですね。もっと行っていただいて、ノミネーションが終わって、今、キャンペーンピリオドに入っているので、うん、ここで、候補者のマニフェストについて、うんうん、はい。いろいろこう、質問が出て、23日から、ボーティングが始まると。で、OS 上の方は、一応OSM ファウンデーションは、会員というか、会費を払ってる人ということでしたけども、
こちらの OSGO の方は、まあ、古橋さんも僕もですけど、チャーターメンバーが、ね、はい、投票権を持っているということで、23日から1週間、はい、はい、始まるということですね。ですね。ノミネーション、ちょっとメンバー。はい。ほう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 。初めて見ました。はい。あ、そうでしょうね。はい、あの、メーリングリストで、あれ、ニコラスってあのニコラス？あ、ニコラス・ボード、そうです。はい。おが今、フランスにいるの、うん、ニコラス。ズープロジェクトで。おう。そうですね。なるほど。あとは、マリアス先生。マリアス先生。あ、マリアス先生じゃない。違う。びっくりした。あ、マダガスカルじゃない。マダガスカルの方です、ね。マリエ・アンナン。うん、まあ、違う。違う。あとはヘレナ先生、ね。ヘレナ、そうですね。あ、ヘレナ先生。再選かな、うん、とか、ビッキーさんですね、メキシコの。うん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 、なるほど。そうかそうか、なるほど。あとはですね、ティル・アダムスさんが 久々だったかな。うん、ドイツの人ですね、うん、だったね。そうそうそう、なるほど。新しい方の何かという感じで、うんうん、今 OSGO として課題って何なんですかね、うん、ちょっと僕はそこまで追い切れてないんですけど、コミュニティとしてはある程度落ち着いた感はあるけれども、うん、去年のあ違うな、今年のホス OG カンファレンスはブカレスト、ブカレストですね、うんうん、そうですね。誰が言ってたんでしたっけ、日本から。藤村さんですか、ね。藤村さんか。あ、そうだ、藤村さんか。うん、そうだ、そうだ。あれ藤村さん以外日本人行ってない。お、岩崎さん行ってない。はい、あ、かも、うん、どうだったかな。あんまりブカレストに行った話は聞いてない。聞いてない。あ、ちょっとそれは。なるほど。なるほど。だから僕らもあんまりキャプチアップもできてないけど、うん。うん。なんだろう。今、OSGO、ホス OG コミュニティとして、ウェブ系はやっぱりリーフレットとオープンレイヤーズはもう割と確固たる存在、うん、あの立ち位置にはなっているけれども、一方でリーフレットじゃできないことがマップボックス GLJS になってたりっていう傾向もあったりしてて、うんうん、まあ、そこの部分で普及はしているっていうところで、ウェブ系は存在感バッチリあるかなと、うん、でもすごい劇的に変わってるわけではない、うんうん、ところで、スタンドアローンの GIS に関しては着々と休日のコミュニティは力をつけて、うん、物も良くなってはいるし、うん、ロングタームバージョンも出てて、うん、もうビジネス的にもちゃんと使われるようになってきてて、ね、うん、休日はしかも休日単独でカンファレンスがいよいよできるぐらいの規模に上がってきてますよね、うん、そこの部分で、例えばそのニコラスも含めて、うん、例えば WPS みたいなプロセッシングを Web でみたいなところって、はい、うん、結局、まあそうじゃないアプローチもいっぱいあって、うん、あんまりここがすごく大きく進化した感じはないんですけども。そうですね、うん、なんか、そういう意味では結構、まあ JavaScript 系の話になりますけど、その、まあ WebGL でできることが非常に増えてきて、うん、まあ GPU のリソースを使えるっていうところが大きいと思うんですけど、それにこう対応するような、まあ、フロントエンド側もそうですし、バックエンド側の部分っていうのは、確かになんか OSGO の今、プロジェクトっていうふうに確かに言ってると思いますけど、うん、まあサポートしているプログラムの、範囲の外のところで結構やっぱりやられている雰囲気はあるのかなというふうに思っているのと、うんうん、まああとは、その、例えばジオジャンゴとか、含めた Python、ジオプラス Python 系の話っていうのは、非常に、あの、大きくなってきているところが、どう、こう、OSGO。で、ジオパイソンはジオパイソンで実は、カンファレンスを、うんうん、スイスでしたっけね、ずっと4年ぐらいこうやっているんですけど、そこになんか OSGO はあんまり関わってるような、関わってないようなって感じがあるので、なんか、うん、そこら辺の、こう、立ち位置の関係っていうのはどうなのかなと思いました、ね、うん。ざっと最近のニュースを見ると、せっかくなので。あ、でも、マップガイドすごいですね。リアクト対応。あ、そうですね。やっぱそういう新しいこう開発環境への対応みたいなところもね、非常に大事なんですけど。カートもそうですね。なるほど。カート、確かに。ポスジス。
そうですね、ボスジスデイが、うんうん、なるほど、やっぱカートはそうですね、細G の中では相当、これもデータベース絡みですね、ST、サブディバイ、なるほど、今月だけでもこんなにちゃんと追ってなかった、うんうん、グラス、あ、でもこれやっぱり最近になってきちっとこう、まあホームページもリニューアル、そうですね、去年ぐらいからやっていたので、いろいろやっぱニュースが載るようになってきたというのは、いうことですよね、うんうん。マップガイドが結構、いろいろあるんですね。出てますね。GV シグも長くちゃんとやってる、うんうんうん。なるほど。GV シグ。GV シグはこうずっとバージョンアップをね、やっぱり細かい。うん、この辺 GV シグだらけ。あ、もう今月は、休日 3.10、うん。うん。うん。面白い。Google サマーオブコードにトポロジーフレームワーク、うん、ね、うんうん。なるほど。あとは。やっぱ定期的に見てみるの大事ですね。そうですね。やっぱりちょっと、僕も久々に。3D タイルの話って OSG の中ではどうなんですかね。ああ。セジウムとか。うんうん、あの、あ、はい、そうですね、はい。ついにだからマップボックス GLJS で 3D タイルズ対応しますみたいな話もね。ウーバーがかなり力入れてますもんね。うん、そこも含めて。うんうん。なるほど。あ、でも。分かってきました。うん、ボスジスももう 3.00 出たんだな。へぇ。うん。なるほど、うん。それに合わせてカートも。なるほど。まあ、バージョンアップ、まあ、そうですね。うん。うん。なるほど、なるほど。ね、スポンサーに、あ、ヒアも入り、そうそう。うん。ミニサイエンスとかそうですね。うん、ヒアとかも今年からじゃないかな。あ、ダイヤモンドですよ、しかも。ヒア。すごいですね。ああ、これブカレストで多分発表したんですよね。うんうんうん、例のオープン、ヒアオープンプラットフォーム。うーん、あの、中の人がオープンじゃないって言ってた。でもなんか、プロ、あれですね、スポンサーのロゴの組み合わせが結構変わりましたね。あれ、バウンドレスはついになくなりましたか、ロゴ。そうですね。うん、なるほど。あ、プレビアススポンサーズにね、出てるか。あ、バウンドレス、そうですね。あれ、カートも。おー。カートも外れちゃったの？あれ？スポンサーとして外れてる。外れてます、ね。定期的に払うというよりも、また、スポットカムよね。払ったり、そんな感じかもしれないですね。リオソリューションズもそうなんか。ほんとだ。意外に。まあ、あと、これと他に、ね、その、カンファレンスもそうですね。確かに。スポンサーもあるので。確かに。そっちの方が、まあ、そうなんですよね。正直カンファレンスの方がみんな目がいくから、うんうん、費用対効果高いの事実なんで、まあ、各地域的な特色みたいなものね、やっぱり出ますしね。オス19キャット。でもここにもヒアは存在感ありますけど、カートはどれだ、ないな。上にはいない。上にはいないみたいな。Google の方が上。ああ、ジオソリューションですね。やっぱりね。うん。OPS もそうですね。昔ながら。え、カートがいない。ない。パートナーじゃないもん。ないんですね。チャレンジ。どうなんだろう。あれ？なんだ？ちょっとわかんない、ね。何か、あまり。この前、カートのメンバーと話をして、はい、それなりに盛り上がりましたが。PSS が一緒で、ね、日本では。あ、ビクテラが来たんだ、うん。やっぱ AI 系も入ってきてますね。Amazon AWS、うん。なるほど。政府ソフトウェア、なかなかちょっと嬉しいな。で、最近、政府ソフトウェアの、はい、何でしたっけ、名前が。何でしょう。名前が、名前が出ない。あれです。ダメですね。あ、FME。FME、そうですね。FME が、はいはい。だんだん、あれも PSS さんと連携して今、日本国内で頑張ってるんですけど。FME、昔から僕、すごいいいなと思ってて。うん、はい。ケイトも、
はい、FM 大好き、この辺も含めて、うん、なるほど、うん、メンバーは変わりつつ、別に相変わらず頑張ってるって感じですね。ここですよ、デルはいるんだ。デル、おお、なるほど、ハード系ですね。まあ、Google も、ここには、そうですね。うん、まあ、Google はでも、ちゃんと OSG を、というか、舗装陣のツール使ってる。うん、まあ、サマーコードよね、まあ、そうそう。そうですね。し、そうですね、キャンプとキャンプは、やっぱり、ここで。ここですか。なんか久々に、なんかいろいろ、ああ、いやいや、なんか懐かしい話だけど、しょうがないので、まあ、大体、流れがありました。うん、あと、で、ジオサタデーやりますね。はい。最初、QGIS ハックフェスト、はい、久しくやってないから、はい、やりたいですね、みたいな話があった中で、うんうん、まあ、QGIS だけじゃなくて、まあ、さっき言ったように、いろんなパツールも出てきてるし、うん、そういう、まあ、貢献をする、あるいは、まあ、単純にこう使ってみるとかも含めて、うん、まあ、もうちょっとこう集まれる場を作りたいということで、一応、オープン、OSGO の、JP と、OSMFJ が共同主催ということで、土曜日にやるからですけど、ジオサタデーをやってみようと、うん。東京っていうふうに出てますけど、その他、なんかの地域で主催していただけるところがあれば、うん、まあ、サテライトと、うん、つなぐということで。うん、ぜひやれればと思っています。で、今年は12月14日土曜日で、多分11時ぐらいから、夕方までゆるゆるやって、はい、立正大の品川キャンパス、そうですね、はい。で、やるので、ぜひ遊びに来ていただければと思います。で、この後、この17時までにやって終わったら、まあ、毎年恒例の忘年会、オフ法事もありますので、ぜひ。はい。なるほど。で、なるほど。基本、ゆるりとみんなでやる黙々会っていう感じで、やりたいことはこの HackMD の方に、はい、書いているので、はい、まあ、これをぜひ、そこにみんなで。やりたいことがある人はここに書くみたいな。はい、そうですね、まあ、QGIS、ベクトルタイムの話もあるし、今のところ、翻訳作業も含めて。あ、そうですね。うん、今、何人ぐらい来る予定ですか？うん、全くちゃんとカウントしてないんですけど、まあでも、なんだかんだいろいろ聞いてると、たぶん最低でも20人ぐらいはいるんじゃないかなと思いますけどね。ぜひ。うん、はい、あとあれですね、直近のイベントだと、はい、12月の4日の水曜日夜が、第3回のマップボックスは、ミートアップ、はい、ですね。なので、じゃあちょっと予告しちゃおうかな。おはい、12月4日水曜 日、はい、でまだすみません、イベント立ててないんですけど、はい、ここ数日以内にはイベント立てて、ちょっともうちょっと早め、いつもよりも早めに告知をしたいなというふうに思いますが、場所は、場所はまた、WeWork 日比谷パークフロント、パークフロントパークフロントでしたっけ、はい、で予定してます、はいはい、で、はい、ゲストが、おゲストが、お、あの人が来ます。あの人、あの人が来ます。あの人ってわかるのか。ですね。GitHub 見たかい。GitHub。なんかいつもの人ではないと。多分、はい、僕も初めてお会いする人ですけど、古橋さんが初めてって結構レアですね。今年話題になった、話題になった人、あの人が誰だ来ます。誰だ、ログインしたい。いや、あれだ、ですね、はい、GitHub、だんだん即答で名前が出なくなってきましたよ、我々。あ、はい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 。これで聞くかな。3D ミニマップだっけ。お、こうだっけ。リアルタイム、これか。うんうん、これか。これです。ナギックスさんが、普段シンガポールにいるので、日本にないんですよ。なるほど。で、聞いてみました。はい、これです。ミニ東京 3D。これですね。噂になった。これ、最近。草薙さんですね。はい。草薙さん、コンタクトしてみました。お、日本に来るタイミングないっすか、いつでもお待ちしてるんでって聞いたら、はいはい、来月来ます。マジっすかっていうので、草薙さん、初めてマップボックスミートアップに登壇決定しまして、もうマップボックスのメンバーがテンション上がってます。はい、マジかみたいな感じで、
来られます。ね、はい。なので、デモ見た方がいいですね、これ。この素晴らしいデモが。やっぱり感動したのは、うん、これ最初見たときに、うん、この列車の位置情報、運行情報がリアルタイムで見れるわけですけども、うん、この近づくと車両の両数が増えるって、この、この表現。重量編成かどうかみたいな、ね。そうなんですよね。で遠ざかると、うん、こう一個一個の。まあそうですね。はい、レンダリングしてられますからね。シンプルにするし、うん、今、羽田飛行場も飛行機の発着状況が見れるように。これフライトレーダーのデータですよね、はい。確か。こんな感じで、今も。そらさすがに9時半ですからね。はい、もう減ってはいますけどね、うん。これ昼間とかめっちゃテンション上がるんですよね。まあでも、着陸中すると。へぇー。ほんとだ。有楽町線とかね、出ますね。8両は、ね。これはやっぱり、この話の中で、まあちょっとこれからどんな話をもういくらでも話しますよみたいな感じだったので、行きたいこともちょっとメッセージ送ろうかなと思ってるんですけども、やっぱりまあパフォーマンスの部分とか、すごくやっぱり線、いや頭いいなと思う作り込みがすごくいっぱいあるので、今後、まあ、どういうことをやるのかとかも含めて、なんかできる限りちょっとやり取りできればなというふうに思っています。はい、なのでまあちょっと毎回その申し込み始まって1日以内に満席になっちゃうのですいません、なかなかキャパ上難しいんですけど、一応前回できなかったライブ配信もちょっと次回こそやりたいなと思ってるので、はい、遠方の方も、はいはい、せっかく、このリアルタイムに、草薙さん、来られるので、やり取りできるので、ぜひ、まあ、フォックスミートアップもお楽しみという形ですね。はい、あと、まあもう、ライトニングトークも一人決まったんですけど、まあ、それもすごい話なんですけど、ちょっとじゃあまたネタ取っときましょう。ネタ、はい。なかなか、そうなんです。マップボックスを切り口にしていろんな人にちょっと声掛けをしてるんですけど、うんうん、やっぱり、ちょっと今までとは接点違なんかなかった人たちが、せっかくなんで、はい、つながってきていて、いいね、うん、何を話すかをちょっと置いといて、はい、ライトニングトークは一人、理科研の方が。おー、理研ですか。はい、来られます。おー、誰だろう。はい、それも、また、はい。ご案内いただくと、はい、多分この業界このジャンルでは放送時とかで話してないんじゃないかなと思うネタを持ってこられますので、はい、なるほど、まあまあそんな感じですね。まあ、ボックスミートアップも相変わらずやる側が楽しいじゃないですか、うん、はい、という、ね、はい、という感じですね、うん、はい、行きます。行きます。どっちに行くんだろう。え、ボックスミートアップじゃないですか。この10分前。あ、10分前だったら10サタデー。10サタデーかな。まあ、はい。あ、奈良と北海。あ、でも奈良でやりますからね。うん、じゃあ。じゃあ、やっぱり。じゃあ、なるほど。うん。お、ぜひぜひ。あ、そうですね、前回。お、9時半。それで、今、校内放送で9時半になりました。あ、そうですね。出たので。まあ、そんな感じですかね。まあ、まあ、ありますかね、もう。結局、なんだかんだ、しゃべっちゃうんですね。なんだかんだ1時間やりましたね。なので、はい。だいたい喋ることは終わりました、ね、うん。はい。はい、そうですね。はい。はい、うん。十分でしょう。はい。じゃあ、また来週かな。はい、多分、来週は授業ありますからね。はい。はい、そうですね。僕も、今週、中間発表が、発表終わりましたので、来週もうちょっと余裕を持って。余裕を持って。はい、来週30回ですよ、いよいよ。いやすごいな、なんか、やっぱ、あれですね、無理しないで続けるとできますね。まあ、それなりに。毎回全然、こう、打ち合わせをほぼしてないまま。そうね。ゆっくりお休みだけチラッと見て終わるみたいな感じですけど。持ちネタはそれなりにみんな、はい、ね、あるということで、はい、いいと思います。はい。はい、ということで、すいません、今日もダラダラと言っちゃいましたが、また来週、ま、来週やるけ、ければ、いや、やると思いますが、よろしくお願いします。よろしくお願いします。お疲れ様でした。ありがとうございました。お疲れ様でした。お疲れ様でそしてこのまま垂れ流して設定を切る、はい、切ると、これで Facebook に戻ってライブ終了、はい、終了、はい、録画を止める、はい、録画止めます。